中根尾滝です。いつもねフィルム写真のことばかり取り扱っている、まあ、このチャンネル、まあ、たまにはデジタルもやりますけど、なんですが、今日はね、デジタルネタです。しかもかなり珍しい、新製品のレンズの情報です。はい、そんなわけでね、今日はねこのレンズを紹介していきます。ピント合うかな。今ね α7 にねつけてるんですけども、α7 につけてますが、フルサイズ用のレンズではないんですね。APS-C レンズになります。パーギアというねメーカーの、25mmF1.7 というレンズのね、レビューを依頼されましたのでね、ちょっと結構長期間ね写真を撮ってました。で、今日はね作例も紹介しつつ、この動画がリリースする日にね新発売になるということで、どんなレンズなのか実力がどうなのか、その辺を紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するレンズなんですけどね、これパーギアでいいんだよね。パーギアという読みでいいんですよね。25mmF1.7 という単焦点レンズですね。非常に明るい、 1.7 って結構開放F値明るいということなんですけども、一応ねミラーレス専用の、レンズになってきます。APS-C サイズのねセンサーがメインターゲットなんですけども、一応マイクロフォーサースにも対応しております。マイクロフォーサースは確か、2倍だよね。2倍なのでマイクロフォーサースの場合は 50mmF1.7 と、で、APS-C サイズの場合は 1.5 倍ぐらいになってくるので、だいたい 37mm、38mm の F1.7 という扱いになっていきますね。で、対応マウントはね、マイクロフォーサーズ、ソニー E マウント、キャノン RF マウント、ニコン Z マウント、あと富士フィルムの X マウントの5種類のようです。で、このレンズなんですけどもね、一応構成としては5群7枚、7枚玉なんですね。断面図もね、送られてきましたので、ここに出しておりますが、一応この赤のマークがね、高屈折率レンズということで、屈折率を高めて、レンズのサイズを小さくすることに成功しているようです。コストもかなりかかっているようなんですけど、お値段はお安くてね、8,999円、Amazon 等で購入できるようです。最近ね、このね、中国製のレンズなんですけども、中国製のメーカーがかなり台頭してきてます。まあよくね、有名なのはね、ヨンヌオさんとかね、七光匠だっけ、まあ、あの辺もそうですし、でそのレンズの性能がね比較的、いいのに安いという評判になってきてるんですね。このレンズもねその流れに乗っかっているレンズになると思います。で、25mm という焦点距離なんですけどもね、まあ、APS-C にするには本当にね 38mm 前後になってくるので、スナップ写真を撮るにはね、いい画角になりますし、 F1.7 と明るいので、背景ボケとかを、作ることもかなりたやすい、レンズになっていきます。で、問題はその写りなんですよね。あんまり聞いたことないメーカーだと思います。チコタクミさんとかヨンヌオさんはねもう結構ね聞く名前なので、聞いたことあるよっていう人はね多いと思うんですけど、このパーギアっていうねメーカーはそこまでねまだ名前売れてないと思うんですよ。で、どんな写りなのかね、一応ね、3ヶ月4ヶ月ぐらいかな、確かめてきました。で、ここからは作例になるんですけども、はっきり言ってね逆光にはあんまり強いレンズとは言い難いです。ただそこが非常に面白いというレンズになっているようです。昨今のね、ニコンとかキャノンとか、まあオリンパスとかもそうですけど、富士フィルムもそうですけど、単焦点レンズとかはね、逆光でも全然ね画像が乱れないとか、まあそれが当たり前になりつつあるんですけど、オタッキー的にはねそれは面白くないなと思います。で、最近ミラーレスでね、オールドレンズを使っているのがかなり多いと思いますが、それはやっぱねオールドレンズの方がねいろいろあって面白いという部分もあると思うんですよね。で、今回はこんだけコンパクトでね、APS-C センサーとか、マイクロフォーサスセンサーのカメラに使うには非常に使い勝手が良い単焦点レンズがどんな写りをするのか、一応作例をねここからちょっと作例の枚数いつもより多めにして紹介していきます。それではここから作例を見ていただきます。はい、作例になってまいります。日中、明るい時間の写真は相も変わらず F8 絞り F8 で撮ってますが、
まあご覧のように解像感はもうきっちり出ております。逆光はご覧のようにね、ゴーストがバッチリもうレンズ構成が分かるようなゴーストが発生していますね。青色の発色、これは半逆光ですけど、青色の発色とか、解像感、素晴らしいものが出ているのが分かります。逆光で撮らない限りは癖は出ませんね。で、25mm ということなので、まあ、周差、湾曲周差とかね、そういうのもちょっと気になるなと思って遠景を結構撮ってますが、ご覧のようにね、遠景はごくごく自然に映っているように見えます。周差は特に感じられない、結構出来のいいレンズなんだと思います。逆光もね、こういう角度で、撮るとね、そこそこなんですけど、これはすごくフレアが広がっているのがわかります。ゴーストも少し下の方に出てますね。これは半逆光、やや逆光気味の半逆光になりますが、左の方にフレアが広がっておりますね。で、こちらはね、準光になりますけど、準光での解像感はバリバリになっております。色再現性もね、かなり高いものになるのではないかなと思いますね。で、こちらは逆光は逆光なんですけどね、ちょっと影を作ればね、綺麗に絵が出ているのがわかると思います。ボケはね、これ8まで絞ってるんですけどもね、まあ比較的綺麗なボケにはなっていると思います。とにかくね、今回 α7 はね、そこまで解像感が強調されていないカメラなので今回使用させていただいたんですが、レンズの解像度高いのわかりますね。で、夜の撮影はこれ全部開放で撮ってます。ほとんど開放で撮ってるんですけども、まあ、ピントが合ってると合照してるところはしっかり解像感が出ているのが分かりまして、解像度が高いのが分かりますが、夜の開放での逆光はこんな感じの豪快なフレアが出たりします。こちらはそうでもないんですけどね、解像度高い、変なフレアが出るということなんですね。で、最後に2枚、こちらは開放で撮ってるんですけども、これ絞ったらどうなるかっていうと、こんな感じのね、ゴーストが出ました。絞るとフレアは収まるけどゴーストが出る、というのがこのレンズのようです。はい、そんなわけでね、これ単焦点 25mm APS-C センサー向きということですね。マイクロフォーサスに一部ありますが、というレンズなんですけど、今回α7 ね、先ほど申し上げましても α7 を使用しました。α7 はね、フルサイズセンサーなんですが APS-C モードが使えるので APS-C モードに変えて、使っています。フルサイズだと周辺部が蹴られてしまうので、注意が必要です。で、まあ、先ほども申し上げましたが、このカメラ結構古いので、現行のカメラね、新しいカメラ結構解像感をね、内部のエンジンで高めてあることが多くて、まあ、不自然な解像感が出ているようなカメラもあるんですけどもね、それがまだない時代のカメラで試写して、レンズの性能を確かめました。このレンズをね、貸していただくときにね、一応マウント選択できたんですよ。他のマウントも考えたんですけどもね、E マウントを選んだのはこのカメラをちょっと使ってみたかったなというのがね、大きい部分であります。で、一応ね、これね、マニュアルフォーカスなんですね。まあ、価格が8,999円ということでね、安いのはまあマニュアルフォーカスっていう部分もあります。もちろんね、これね、ちょっと開けますけども、よ、電気設定も何もございません。まあ、簡単に言うとね、もうオールドレンズをつけるというノリに近いものになります。よっと、まあそういうわけでね、価格も抑えられています。最近のね、ミラーレス一眼はね、ピント合わせもね、非常にね、マニュアルフォーカスでのピント合わせも非常にやりやすいものが多くなっておりますし、じっくり写真を撮るという意味ではね、このレンズ本当にいいものだと思います。ズームレンズしか持ってないという人はね、ぜひ使っていただけたらと思います。メーカー純正のね、単焦点レンズを持っているっていう人でも、このようにね、豪快にフレアとかね、ゴーストが出る面白いレンズになります。使い方によってはかなりいい絵が出せると思います。購入する値打ちはあるんじゃないかなと思いますね。でね、購入したいと思う方はね、多分いると思うので、一応ね、説明欄の方にリンクが貼ってあります。そちらからね、購入の方に進んでいただければと思います。特にね、吊るしのボディを買った場合はもうズームレンズがついてくると、ズームレンズの写りとはちょっと一線を画する写りだと思いますので、購入する値打ちはあるんじゃないかと思いました。はい、今日の動画はこんな感じ
じでね、終わっていきます。一応ねレンズレビューを依頼されたということで、いつものね作品投稿のコーナーとかその他のコーナーは今回はございません。はい、高評価コメントはねどしどしお願いします。チャンネル登録もねあとちょっとで7000名ということで、7000名になりますと、カメラプレゼント、コンタックスのね RTS プラスヤシカのレンズをセットにしたカメラをプレゼントするイベントが発生します。もうあとほんのちょっとなんで、もうすぐなんで、今すぐチャンネル登録してね通知をオンでお待ちください。高評価はね先ほども申し上げましたようにポチッと押すだけなんで、今すぐポチッとお願いします。コメントはねちょっとねもう2ヶ月ぐらい溜まっちゃってるんですよ。返信2ヶ月ぐらい溜まっちゃって、ちょっとずつ返してはいっているんですが、頑張ってねコメント返信していきますので、何か感じたこととかありましたらぜひコメントお願いします。はい、そんなわけで今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いいたしましょう。はい、このレンズAmazon とかね、そういう通販サイトのリンクをつけてありますので、気になった方はぜひ購入を。それではまた次の動画でごきげんよう。さよなら。